マッチ棒パズル。正しい等式を作る脳トレが全部で6問、おまけ問題付きです。では始めましょう。第1問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は4-4=0となり、正しい式になりました。第2問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は1+5=6となり、正しい式になりました。第3問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は25-16=9となり、正しい式になりました。第4問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は6-3=8-5=3となり、正しい式になりました。第5問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。
正解は、すると6×3=9×2=18 となり、正しい式になりました。第6問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は、すると89-11=78 となり、正しい式になりました。おまけ問題です。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。